どうもベーシストのむつみです。今日からツイッターでとても要望の多かったスラップ講座を数回に分けてやっていきたいと思います。題して初心者でも超絶スラップができるようになるベース講座。この動画はスラップをやったことがない人、スラップを始めてみたけどなかなかできない人でも超絶スラップができるように基礎の基礎から超簡単なところから教えていこうと思っています。楽しく練習するためにそれぞれの奏法に練習フレーズと最後には課題曲も用意してあります。練習フレーズができたら弾けるように作ってあるんで最後まで一緒に頑張っていきましょう。まずスラップというのは大きく分けて3つの奏法で構築されてます。1つ目がサムピング、2つ目がプル、3つ目がゴーストノート。この3つを組み合わせて弾くことでみんながやっているようなスラップサウンドが出来上がります。それでは一つずつ解説していきます。まずサムピングです。サムピングは親指を下にしてやるやり方と横にしてやるやり方があるんですけど、この動画ではこの横にしてやるやり方を解説していきます。まず手をこんな感じで軽く握ります。その次にこの腕をボディにつけて手首をこのように回転させながら上からムチのように弦を叩きます。これがサムピングです。この時手首を回さずにサムピングするとうまくいかないので注意してください。手首のイメージはドアノブを回すイメージで回すとうまくいくと思います。こういう感じ。最初のうちはこの手首を回す動きに慣れてないのでなかなかうまくいかないと思うんですけど、何回も練習してください。そしたら慣れてきて上手に回せるようになってきます。すべての奏法に言えることなんですけど、最初のうちはこれくらいのペースで慣れていっても大丈夫です。次に親指を当てる場所です。弦の下半分に親指を当てるイメージで弾いた弦の下の弦に着地します。これを何回も練習することでサムピングはできるようになると思います。それでは最初の練習フレーズやっていきましょう。はい、どうでしたか？最初のうちはもう全然クリックとかいりません。クリックなしでこういう感じで自分のペースでやってみてください。まず今大事なのはこの動きに慣れることなので、クリックはその後からでも大丈夫です。次のフレーズはさっきのフレーズに左手がつきます。押さえる場所は3フレットと5フレット、右手と左手をうまくリンクさせる練習になります。それでは行ってみましょう。次はプルの解説です。プルというのは人差し指または中指で弦を引っ張る動作になります。こんな感じ。この時よくあるんですけど、人差し指を弦の中に入れすぎてしまう。これくらい入れちゃって、これは僕もやってました。そうじゃなくて目安としてはこの人差し指の第一関節の半分くらいを中に入れて引っ張るイメージでやるとスムーズにいくと思います。プルをするときは手首を外に返して引っ張るっていうイメージでやってみてください。僕はプルをするときに外に返すのと一緒に
指もギュッと握り込んでやってるんですけど、別にここは真似しなくても大丈夫です。やりやすいフォームを見つけてやってみてください。では練習フレーズいきます。次はスラップをするときに一番よく使うオクターブ奏法について解説していきます。鳴らしたい音の弦を押さえて、ここですね。4弦の人は3弦3フレット。ここの2個下の弦、1、2。2個下の弦の2個上のフレット、1、2。ここがオクターブになります。3弦3フレットだったら、1弦5フレット、こういう押さえ方ですね。人差し指小指、これでオクターブです。この押さえ方はすごくよく使うので、いろんなところで押さえてみてください。この形は変わりません。ここで押さえても、ここで押さえても、全部同じなので、この形を体に覚えさせてください。サムピングをするときは人差し指を押さえて小指を離す。プルをするときは小指を押さえて人差し指を離す。これを繰り返してください。これも慣れてくるとうまくできるようになっていきますので、練習してみてください。それじゃあ練習フレーズいってみましょう。次はゴーストノートです。ゴーストノートはスラップのフレーズには絶対入ってるって言っても言い過ぎじゃない奏法になります。やり方は弦を左手で軽く押さえて、全部の弦が鳴らないようにします。こんな状態、この状態でスラップをするとゴーストノートが鳴ります。これがゴーストノートです。ゴーストノートはとても大事な奏法で、例えばこんなフレーズでもゴーストノートを入れると、こんな感じでゴーストノートを入れるとスラップのフレーズが4割増しくらい難しく聞こえるようになります。それじゃあ練習フレーズいってみましょう。次はフレーズにゴーストノートを入れてみましょう。はい、この後はついに課題曲です。次の課題曲は練習フレーズをやっていれば絶対できる曲になってますので、何回も練習して練習フレーズを弾けるようになって課題曲に挑戦してみてください。では行ってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。第1回スラップの基礎編、課題曲が弾けるようになったあなたは超絶スラップのスタートラインに立ったということです。このスタートラインに立つ前にみんな挫折してやめてしまうんですけど、そのスタートラインに立ったあなたはすごいです。課題曲がまだ弾けてない人も全然大丈夫です。練習フレーズをコツコツ練習して課題曲を弾けるようになってください。絶対に弾けるようになります。僕もスラップができるようになるまで3ヶ月かかったんで絶対に大丈夫です。焦らず続けていってください。一緒に頑張りましょう。次回の動画は超絶スラップをやる上ですごく大事になってくるハンマリングとプリングオフの解説をやっていきたいと思います。それまでこの動画を見ながらスラップの基礎を固めてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。